またキョロキョロなったけど、あの気にしないでいくぞ。で、ここをもう一本ピョーンって行って、お昼にします。で、ちょっと、ここ切り替えの部分を、少し、なかなか切り替えに少し、出てくる。また、切り替えと思いますので、はい。で、ポーンって行っちゃおうか。うん。はい、誰もいないし。いい感じだったよね。いい感じだった。だから、ああいうのはロングなので、どっちにしても、やり続けなきゃいけないっていうのがあるんだよ。そうでないと、どうしても途中で止まると、スキーが抜けるような感覚だと、やっぱり安定はしないので。こればっかりだと止まっちゃうんですね。うん、そうそうそう。そうなの。抜かないとね。うん。だから、こうやって来るものがあれば、次の、切り替えにもつながっていくので、それがないとどうしても上に行ったりとか、変な方向にこう体が行ったりとかするので、やっぱり我慢して、やっぱこうやり続ける。重さも乗せ続ける。回し続ける。角もだんだん立て続ける。そういうのをこうやっていかないと、一つのいいターンになっていかないのかなっていうふうに思いますので。ということで、お昼にしましょう。ね。